何？俺今帰ったばっかなんだけど。っていうか、顔怖。何なんだよ、本当に。浮気？何のこと？は？俺のスマホ勝手に見たり、たまに尾行してた？うわ、最悪。悪趣味にも程があるでしょう。で、俺が浮気してると確信したってこと？ふーん。それで？それだけってそうとしか言えないでしょう。だってバレたなら否定も意味なくなるでしょう。てか、俺一緒に住み始める前に言ったよね。俺はクズだよって。忘れてたの？ 大体さ、お前は俺がクズでも他の人が好きでも俺のことが好きって言ってたのに、今更何なの？そもそも俺たちって別に結婚前提で一緒にいたわけでもないでしょ？カップルでもないし、セフレじゃん。なのに浮気したでしょって。そもそも前提で付き合ってないんだからさ、俺責められる必要ないでしょ。でも何？ 何なの？言ってみろよ。なあ。嫌なんだったらさ、俺のこと追い出せばいいじゃん。って何？そういう話じゃなかったの？俺は別に追い出されてもいいよ。お前の知ってる通り、他にも相手はいるし、正直、お前で性欲発散してる時が一番気持ちいいし、満たされるから、そこは惜しいけどな。なんだよ、その不服そうな顔は。何なんだよ、さっきから。お前がいいって言うから、ここにいてやってんだよ。それで他の女のところに行ったら浮気？笑わせんなよ。お前やっぱり俺のこと好きだろ。好きだからそばに入れればそれでいいって言ってたけど、現実は違ったろ。俺はずっとお前のことをセフレ以上に思わなかった。もちろんこれからも関係を続けてもそうとしか思わない。 はいはい、そんなに怒るなよ。言われなくても出ていくよ。もともとそうするつもりだったし、むしろさっきからお前の行動、支離滅裂すぎて困ってんだけど。出ていくって言ったら動揺して、俺が茶化したら出ていけってさ。ガキかよ。そんなに俺と離れるのが名残惜しいか？ そう思いたくないけどって。それ、思ってる反応じゃん。じゃあこうしようよ。お前今から俺に抱かれろよ。何言ってんのって、言葉の通りの意味だけど。俺今からお前のことを襲うから。待ったなんてなし。いいか、これはいつものと違う。俺の欲望のままに襲う。レイプと思ってくれても構わない。このままやって、お前が嫌だと思えば、出て行ってやれよ。何？簡単な話だろ。もちろんゴムなんてしないし、中に足すつもりだから、途中で無理だと思えば、その時点で拒否しても構わない。な？俺はクズだよ。今、
この状況がむしろラッキーだと思うし、今から存分に生でやれるかもって思えばうずうずしてたまんない。それでも拒否しようとしないのか。そうか、なら後でこの時点で断っておけばよかったなんて後悔すんなよ。